私は33歳のパニコ、愛する夫のトモヤとキュートで賢い8歳の娘リナの3人で郊外に夢のマイホームを建て仲良く暮らしています。ご近所とも仲良し、娘の小学校の保護者とも良い関係を築いていました。しかしちょっと前に転校してきたゆうかちゃんのママひかりさんがなかなか面倒な人だったのです。周囲の人に初対面から仕事や給料、家賃などを聞いてくる姿に私は完全に引いてしまいました。そしてそんなひかりさんは、うちが庭付き一戸建てに住んでいること、そしてその間取りを聞いた途端急に私に媚びた態度になったのです。まだあまり仲良くもないのにひかりさんはこんなことを言ってきました。ねえねえ、明日ランチ連れてってくれません？え、そんなこと急に言われても、それに明日は仕事なの。パニコさんほど素晴らしい豪邸をお持ちの方がそんなせかせか働かなくてもいいんじゃないの？いやいや、お金ないんだよ。働いて生活費稼がないと。またまた。ねえ、ご主人何してるの？きっと素晴らしい職業なんでしょうね。まあ普通の仕事だよ。普通って年収は？さあ、はっきりは知らないんだよね。ご主人秘密主義なんだ、かわいそう。愚痴ならいつでも聞くから、一度お気に入りのお店に招待してほしいな。パニコさんにご馳走してもらいたい。は？ちょっとご馳走してほしいって、でもそれは無理かも。だって私いつもお財布の中身は空っぽだから。またまたご謙遜は、私はいつでも暇だから呼び出し OK だよ。こんなお誘いはしょっちゅうなんです。ひかりさんは引っ越してすぐいろいろなママ友におごってもらったりお金を借りているという話を聞いていたので、この人と関わってはいけないと思っていたんですけど、ある日偶然そうはいかない出来事が起こってしまいました。それは仕事場であるアパートでたまたまひかりさんに会ったことがきっかけでした。しかもその時は夫も一緒にいました。私は夫と同じ仕事をしていたのです。え、ちょっと、もしかしてパニコさん？ゲ、嫌な人に会っちゃった。ゲって何よ。ところでこんなところで何やってるんですか？アパートのメンテナンスとか清掃とかだけど。掃除のパートなんてしてたんだ。あれ、そちらご主人？こんにちは。夫は送会釈すると別の場所の清掃作業に向かいました。お金持ちなんて言いながらこんな仕事してたんだ。私は一度も自分が金持ちなんて言ってないわよ。ご夫婦で雇われ清掃なんてね。アパートの清掃作業の何がいけないわけ？別に、さぞかしローンがお大変でしょうね。ヤシャゴまでローンを残すおつもり？は？一体何の話よ。ねえ、お給料いくらなの？ねえねえ、教えてくれるまで帰らないわよ。教えるわけないでしょ。パニコはだいたい80万くらいですよ。トモヤ、ちょっと何勝手に。80万？だ、誰にも言わないでよ。マジのランよ。80万ね。いいこと聞かせてもらっちゃった。ひかりさんはルンルンで帰っていきました。私は嫌な予感しかしなかったのですが、その後なぜかひかりさんは私に絡んでくることがなくなりました。あんなに必要だったおごって攻撃がパタリとなくなったのです。でもこれで一安心というわけではありませんでした。しばらくすると明るかった娘がしょんぼりとして帰宅することが多くなったのです。ママ、うちって貧乏なの？え、どうしてそう思うの？学校でね、ゆかちゃんから言われるの。なんで？私の家は貧乏だからママはママ友とのランチにも行けないんだって。え、食べるものがなくて困ってるからって給食の牛乳くれたり、宿題してくれたらお金あげるって言ってくるの。はあ？他の友達が怒ってくれたけど、リナの家は貧乏なんだから協力しなきゃって言われて、
ねえ、ママ、私も働いた方がいいの？優香ちゃんの宿題、やってあげた方がいい？そんなことしなくていい。きっぱりと断っていいからね。なんと光さんは、娘の優香ちゃんに我が家のことを貧乏だと吹き込んでいたのです。さらに、他のママ友からも我が家に関してよからぬ噂を流されていると耳にしました。我が家はローン地獄で娘にろくな教育を受けさせていないとか、借金まみれで夜な夜な取り立て屋が来てるとか、朝から晩まで働いていて娘のことは放っておいてるとか、本当にどれも根拠のない噂ばかり。幸いにもママ友は信じる人がいなかったのですが、まだ8歳の娘まで傷つけるなんて許せませんでした。光さんのことを黙らせる作戦を考えているとき、夫から面白い話を聞かされました。人の噂をするような人って、実は自分の中にも噂の種を抱えているもんなんですよね。さあ、あとは反撃の時を待つだけ。アパートの清掃中、またしても光さんと遭遇したため、娘を傷つけないでとお願いしました。しかし光さんは、何がいけないのといった感じ。さらに仕事中の私を明らかに見下した発言を繰り返したのです。そんなみすばらしい服でお仕事なんて、パニコさんって勇気があるのね。私ならスーツ以外でするお仕事なんてできないわ。お医者さんもパイロットもスーツじゃないですけど。それはこれよ。はあ、せっかくお金持ちの友達をゲットしたと思ったのに、こんな貧乏だったなんて騙されたわ。はあ、やだ、はあしか言えないわけ？情けな。はあ？イントネーションは変えましたって？ああ、面白くもなんともない。お金もないし、ユーモアのセンスもないって、ほんとつまんない人ね。そこへアパートの住人がやってきました。あら、オーナー、背が出ますね。え？オーナー？この前はお騒がせしてしまってごめんなさいね。階段の手すり、新しいものに交換しておきましたから、もう大丈夫。それから階段もきれいに掃除しておきましたんで。よかったわ。オーナーがしっかり管理してくれるから助かってるのよ。いえいえ、また何か困ったことがあったらおっしゃってくださいね。ありがとう。そうそう、聞いたわよ。4件目検討中ですって。あ、やだ、もう情報が早いんですから。この先の空き地に大きな車が入ってるからピンときたのよ。来月あたりから入居者募集しますよ。やだ、営業上手。じゃあ宣伝しておくわね。ちょっと、どういうこと？何の話してるのよ。あら、この方は新しい従業員さん？あなたのこと最近この辺でよく見かけるようになったけど。あ、違います。あらさ、それじゃまた。ええ、ごきげんよう。何なのよ、これは一体どうなってんの？は？何なのよ、オーナーって。そのままの意味ですけど、このアパート、私と主人が経営してるんです。え？嘘でしょ？だって貧乏のはずじゃん。まあ、現金は持ってませんけど、ローンはありませんね。大概一括で現金購入するので。そんな見えすぎた嘘ついちゃって、年収80万でアパートなんて買えるわけないでしょ？ん？年収？誰の年収が80万円なんですか？あなたでしょ？ご主人がそう言ったじゃないの。ああ、それ月収です。夫が経営している不動産屋で働いて、アパート収入と合わせて月80万円なんです。え、嘘？なら年収は？たったの1000万程度ですよ。夫にはまだまだ叶いませんけど。そんな。何が貧乏よ、嘘つき。金ならたんまりあるじゃないの。おごりなさいよ、プレゼントしなさいよ。ママ友でしょ、仲良くしてあげるんだから、それくらいのことしなさいよ。はあ、だからお金なんてないって言ってるじゃん。3棟のアパート経営、それに4棟目買ったってさっき聞きましたよね。私はローンなんてしない主義だから、現金なんて余ってないの。金持ちとか貧乏とかを現金で測るなんてナンセンスじゃない？
暮らしが豊かな人はお金なんかよりも資産を重視するのよ。まそもそも現金があったってあなたに恵むお金なんてありませんから。いししくーところで、自宅でもないこのアパートでひかりさんは何してるのかな。住んでいるわけでもないアパートで何をしてるの。友達に会いに来たのよ。友達ね。ねえ、先日このアパートで空き巣騒ぎがあったの。それで監視カメラを警察に届けることになって映像をチェックしていたらね、あなたが映ってたんだけど。ちょ待ってよ、私は関係ないから。でもベランダでうろうろしてて超怪しい行動にしか見えなかったんだけどな。しかも2階のベランダから1階にまるで泥棒みたいに映って出て行っちゃって。そんなところまで。その1階の部屋で空き巣騒動ですから、当然あなたが疑われるでしょうね。そんな、私はただただた友達の家に行っただけよ。で、その友達の奥さんが帰宅することを察知してベランダから逃げたと。それは私はてっきり腕を組んでイチャイチャしながら部屋に入ってきた男性とひかりさんが不倫関係にあって帰ってこないはずだった奥さんが突然帰ってきたから、ひかりさんが慌ててベランダから逃げたんだと思ってました。そっか、友達か。ならよかった。何がよかったのよ。いやね、警察に提出する防犯カメラ映像は名義人に了解を取らなくちゃならないんで。だから何よ。まだわかりません。ひかりさん、頭の中お花畑ですね。は？あなたのお友達の奥さん、仕事早退してこっちに向かってるって。鉢合わせしちゃうじゃないのよ。どうしてそんなこと。だからいい加減もう気づいたの。アホなの。その部屋、奥さんの名義でお貸ししているの。名義人に映像をチェックしてもらって確認を取る義務があるのよね、アパートの経営者としては。だからあんたが慌てて逃げる様子とか全部見ちゃってるから。奥さん、なんてこと。プライバシーの侵害よ。防犯上必要なことなので。でもお友達なら問題ないでしょ。それともまさか不倫ですか。窃盗や不法侵入の容疑と不倫、これからたっぷりと追及されるんでしょうね。いししし、冗談じゃないわよ。私がしてたのは不倫だけよ。不倫以外は何もしてないんだから。そう叫んでいる最中に奥さんが帰宅、続いてお友達だという男の人も到着し、その場は修羅場となりました。ひかりさんは窃盗の容疑は晴れましたが、不倫を認めざるを得ませんでした。不倫によって多額の慰謝料が発生。もちろんひかりさんの夫にもバレて離婚、夫にも慰謝料を支払うことになり、正真正銘の貧乏になってしまったのです。ひかりさんから何でもするから雇ってと泣きつかれましたが、当然無視。ゆうかちゃんは転校していき、娘は学校で貧乏だと言われることもなくなりました。来年には4棟目のアパートの運用を開始するので、ますます気を引き締めていこうと思っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。